声優江口拓也がキャラクター原案を担当したカードゲームエグミレガシーが会社員などを手掛けた森政監督の手によってアニメ化されることが決定した。合わせてキービジュアル&特報映像が公開された。江口は独特な絵を描く画伯と呼ばれており、まさかのアニメ化となった。本日19日にテイカラカチャンネルにて生配信された江口出演のエグミレガシー乾杯の儀内にてエグミレガシーのアニメ化が発表。アニメでは江口画伯が生んだ味がありすぎるキャラクターたちが登場し、とある海にぷっかりと浮かぶエグー島を舞台に、この島の唯一の娯楽である歌姫エンド・オブ・ザ・ワールドが失踪し、エンド・オブ・ザ・ワールドをめぐるペロペロ大戦争が起きるストーリー。その運命を握るのは伝説の遺産エグミレガシーだった。